勝ち越しなるか京都、それとも白井が止めて同点を続けるか。後半43分回りました。先頭の PK 決めて2対1、先頭今シーズン初ゴール、2対1の勝ち越しゴール。中田一三監督も投入した先頭がすぐに PK をもらいました。采配ズバリですね。そしてサブのメンバーとも喜びを分かち合います。あ、石光がトゥーリオを履いたんですかね。手荒な祝福です。トゥーリオが後ろの5枚ですか。これもまたメッセージですね、はい、もう守りに